モマ、ニューヨーク近代美術館展。おう、ユートラッパーティケット。女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。今年も全日本女子プロレスは後楽園ホールからスタートと、こういうことになりました。まあ、去年はですね、248試合大変な試合を紹介いたしました。今年はまたまたですね、大きな試合がもう本当に次々に控えておりまして、きっと手に汗握る熱戦が皆様方にお届けできるんじゃないかな、こういうふうに思っていますね。まず放送席からご紹介してまいりましょう。デイリースポーツ運動部でございます宮本久男記者、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお正月らしくですね、今年の展望をお伺いしましょうか。そうですね、はい、今年はですね、トヨタのチャンピオンベルトにですね、京子が、挑戦の名乗りを上げてますから、このトヨタ京子時代というのもですね、いよいよ本当の意味で爆発するんじゃないでしょうか。そうですか、そのあたりが大きな注目ということですね。さて、フジテレビのアナウンサーが2人並んでますけどね、局長になった気もしてるんですけど、君たちはだな、君たちはだな、今年はどういった気持ちでだな、放送をやろうと。それ誰の真似ですか。いや、俺はついきなさずいぶん芸風変わりましたね。いえ、今年は、はい、なんと言いましても、今まではですね、塩野春夫に追いつけ追い越すと思っておりましたけども、今年はやめました。今年はですね、長坂に負けないように。くしくも私の今年の抱負は、三宅越えですからね。そうか、多分10年早いと思います。そういうことで、はい、頑張っていきたいと思いますけども、第1回の、ゲストはですね、やはりビッグなこの方しかないでしょうということで、この方をお呼びいたしました。ブル長野よっ、イエーイ。もうこれだもんね。ということでましてね、もうとにかく去年はブル長野選手はですね、もう世界を股にかけての大活躍、それから CM にも出てですね、ずいぶん儲けたそうですけど。儲けてないですよ、全然まだ。今年14年目ですから、ちょっと頑張ろうと思ってます。また今日はですね、実に愛の無知というような言葉をですね、放送席からぜひね、いろいろ言ってもらいたいと思っております。頑張ってください、今日はね、よろしくお願いします。さあ、ということで、95年の総決算というものを皆さんにご覧いただかなきゃいけないんですが、何と言いましても、女子プロレス大賞で、12月13日に行われましたこの女子プロ大賞賞式のご覧いただきたいと思います。暮れも押し迫った昨年12月13日、ここ目黒雅叙園で1年間の激闘を終えた選手たちとファン、関係者が一堂に集い、95年度248試合の総決算、全日本女子プロレス大賞授賞式が華やかに行われました。いきます、せーの。普段は厳しい顔つきの選手たちも、晴れの舞台となるこの日ばかりはドレスアップ。また他団体のレスラーも出席し、授賞式に花を添えました。そして縁も竹縄になった頃、いよいよ各賞の発表です。1995年度の全日本女子プロレス大賞新人賞の発表でございます。新人賞は田村よし子、昨年は全日本ジュニアのタイトルを奪取、今年はさらなる飛躍が期待されます。来年は一人前になりたいと思います。まだ一人前じゃない。はい、じゃあ来年はもっともっと大きな田村を見せてもらいたいと思います。頑張ってください。おめでとうございました。技能賞は下田美誠、長年培った数々のテクニックがここ一番で光り、その存在を大いにアピールしました。全然今日はもらえるとは思ってなかった。思ってなかったです、本当に。はい、びっくりした。技能賞、
いや絶対に私がこの会社にいる間にどんなに頑張ってももらえない賞は MVP と技能賞だと思って関東賞は渡辺智子。1年間を通して常にハイレベルの試合を繰り広げました。96年はトップの一角に食い込むように頑張ってほしいものです。渡辺智子というふうにプレゼンターの方が読み上げたときに一番最初にやったって言った人誰かわかります？あそこにいるね、井上京子が一番最初。おめでとう、ありがとうございます。殊勲賞は JWP のエースダイナマイト関西。他団体のレスラーとして初めて 3WA のタイトルを奪取した実績が評価されました。赤いベルトを手に入れた瞬間の気持ちというのをちょっと思い出していただいて。やはりずっとまあ、アジャコング選手を追っかけていまして、やっぱり本当取った人しかね、分かんない感触というか、やっぱり一生の、思い出になりますね。そしてそれを失った時の印象も聞かせてもらいます。まあ、それも忘れられない、忘れられないでしょう。特別賞は堀田由美子。世界初の女子アルティミット大会 L1 での壮絶な戦いなどの活躍が認められました。ですね、まあ、今年は、ね、L1 とか、まあ、ジャパングランプリとかいろいろ自分にとっては、まあ、いい年というか、これから来年に向けて、の第一歩というか、その 3WA のシングルのベルトの第一歩を踏み出したところなんで、やっぱり、こういう賞をもらって、その気持ちをやっぱり来年に向けて頑張ろうという気持ちになりました。はい、ベストタッグ賞は第100代 3WA 世界タッグ王者井上京子、井上貴子。99代返上した時は勇気あるなと思いましたよ、みんな。そうですよね、もったいないなと思ったんですけど、自分もやって結果オーライって感じで、はい、良かったです、ね。はい、やはりこの2人っていうのはずっと、ね、一緒に戦っていくコンビになるんですかね。はい、ちょっと考えましたね今はい、はい、シングルでもね、お互いにそうそう、目標のものがあるんで、それをやりながらタッグでもいいものができたらいいなと思います。そういうことですね。はい、ベストタッグバウト賞は京子貴子組対トヨタ長谷川組のこの試合。4人の選手の皆さん、おめでとうございました。レスラーとして一番嬉しい賞だと思ってます。はい、試合ですごい評価されるのは嬉しかったんでなんか嬉しかったです。ありがとうございました。どんな印象でしたでしょう。残念ながらというね、試合だったんですね。はい、そうですね、でもっていうんで嬉しいですそうですか。ベストバウトは、いや全然もらえるとは思ってなかったんで、いつもチャンスはいただいてるんですけど、自分が棒に振ってきたんで本当にありがとうございました。ベストシングルバウト賞は昨年武道館を興奮のるつぼに巻き込んだ新旧女王対決、トヨタ真奈美と北斗晶の一戦です。ウォーターナイトボムを封印して、やっぱり自分に勝つってことは自分もジャパニーズオーシャンを封印したというのと同じことなんで、だったらその自分も得意技で取られたりしたらやっぱりすごくショックっていうのがあるんで、それを北斗選手にそのままその気持ちを返したっていう。さあ、それではいよいよ MVP の発表でございます。栄えある MVP は豊田真奈美選手。豊田真奈美選手、おめでとう。今年はまさに名人にトップに立った一年でした。ビッグマッチは常にメインイベントを張っておりました。おめでとう。ジャパングランプリに優勝、そして JWP のダイナマイト関西から前女の象徴赤いベルトを激闘の末取り戻し、95年2度にわたり 3WA 王座奪取を果たしたトヨタ真奈美が MVP に輝きました。ついに頂点に今立ちました。どんな気持ちですか。やっぱり応援してくれたファンの皆さんと、あとフリーダムホースのみんなが支えてくれて、この賞が取れたんですごく嬉しいです。これからは本当に追われる立場になります。96年ね、どんな戦い方をするか、最後、きっと決めてください。
そうですね、もうこのまま今回 MVP 取っただけで終わらないで、もうどんどんいろいろいい試合をして、もうどんどん女子プロを変えて、もう来年はもう女子プロレスがブームになるように一生懸命頑張りたいと思う、変えていきたいと思います。はい、おめでとうございました。豊田真奈美選手でした。はい、文字通り女子プロレス界の頂点に立った豊田真奈美選手、盛大な拍手をもう一度よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ご覧のように栄えある95年度の受賞者が決定しました。ということで95年度女子プロレス大賞 MVP に輝きました豊田真奈美選手です。ね、ついに掴んだあの栄冠ということですが、どうですか、はい、95年振り返って。そうですね、95年は自分にとってすごく一番成長した年だと思います。あ、はい、どんなところが良かったって。そうですね、まあいろいろ、まあ前のジャパングランプリとかは今のまぐれで優勝できたようなもんなんですけど、今年はジャパングランプリも優勝できたし、北斗選手も倒せたし、まあ3WA のベルトを取ったり取られたり、また取り返したりと、いろいろ。ということで、今日はトヨタ選手ですね。はい、今日はですね、伊藤薫と組んで、はい、井上京子高野と、メインで戦うということで、ね、頑張ってもらいたい。はい、頑張ります。はい、頑張ろうね。じゃあ、みんな一緒に AAO で一緒締めようか。そうなんですか。頑張ろう AAO! これだよ。第3試合、全日本タッグ選手権試合、30分一本勝負を行います。青コーナー、挑戦者チーム140番の遠藤信恵。さあ、ベルト奪取なるか、遠藤信恵。ガブカと四方に挨拶を行いました。140番の前川久美子。そして10月以来リングを遠ざかっておりましたが、今ブルーとイエローの紙テープに迎えられました前川久美子。そしてチャンピオンチームです。まずは深谷由美がコール。135番の玉田リエ。やや左手のサポーターが気になります、玉田リエ。さあ、全日本タッグ選手権試合第21代のチャンピオン玉田理恵、深川由美は初防衛成功なるでしょうか。一方のチャレンジャー前川久美子、遠藤信恵、ベルト奪取なるか。まもなく試合開始のゴングが鳴らされます。今日はゲストにブル中野さんもいらっしゃってるんですけど、ブルさん、このタッグマッチ、はい、そしてベルトをかけた戦いというのはやはりこの選手たちにとってみるとかなり大きな、ね、ウェイトを占めていると思うんですが、深川たちの方なんですけども、はい、一日も早くベルトが似合うようになりたいって言ってましたね。あ、なるほど。うわ、でこれ対照的じゃないですか、髪の毛のあって女の子ちゃんチーム対、そうですね、ルガチ的にも非常に、ね、人気もありますしね、はい、うわ。さあ、しかしその玉田の痛めている左腕を取って前川が先制攻撃。しかしチャンピオンチームも負けていません。足を取って玉田が反撃開始であります。この玉田の左ですがね、サポーターしてますね。相当ありみたいですね。前骨折してましたよ ね、はい、ね、あの時は全治6週間というような診断だったんですけども、今回またそこをですね折ってしまったようですね。またあ、再骨折という形ですか。再骨折で今度は全治3ヶ月と診断されたそうです。あ、そうです。だから前より悪くなってるんですよ。なるほど。で本当はこれギプスをして固めて安静にしておかなければいけないらしいんですけども、それどころじゃないということでね、そのままやってるんですけどね。あ、これギプスじゃないんですね。ギプスじゃないです。これは単にサポーターをはめてという、今日はシップしてるだけですから。あ、そうですか、それは折れてるという状況になりますと、その痛みというのは計り知ることができませんが、ブル中野さん、これ骨折っていうのは経験は今までに、はい、ないんですよ。ないです。丈夫ですね。でも試合前に痛いでしょって言ったら、すごい痛いんですって、はい、前の受け身も後ろの受け身も取れないぐらい痛いって言ってるんですよ。受け身も取れないくらい痛い。そう、じゃあドロップキックできないじゃんって言ったら、でもやりますよ、自分レスラーですからって言ってました。あ、その気合ですね。小さな小さな玉田が本当に大きく見えますが、ここはリング上、深川の方が上がっております。深川と大きな前川久美子。さあ、ステップオーバーしてここから締め上げていきます、深川由美。この深川という選手もベルトが早く似合うようになりたいというふうに話していたそうですが、
小さな小さなこの体からは想像もつかないような元気いっぱい、なんか前からすごいでかくなったな。あ、そうですか。なんかあの体だけじゃなくて、すごい大きい選手になったね、この子。あ、そういうことね。実際体重自体もね、5キロぐらい、ここ1月ぐらいかな、2月か3月で、あ、そうですか。5キロぐらいはウエイトがアップしてるそうですよ。休んでる間にできることは全てやってきたということになるんでしょうか。前川、そしてそのパートナーを務めます遠藤信恵、高い打点のドロップキック、まずは深川に浴びせます。そしてリング中央、大きく大きく投げていって、さあ早くもボールの体勢、カウントは2だ。そしてニュートラルコーナー、対角線に振ってラリアットはダメ。さあそして逆さを抑え込み、逆エビはどうか。あ、しかしこれちょっと球が出てきましたけれども、左腕を痛そうに抑えておりました。後ろに回った、そして蹴りから対角線を利用した、うまくコーナーを利用して投げに行った。戦っている時は痛みを忘れている玉田理恵、しかしロープに逆に振り返されて後ろに落とされた。ああ、そして腕が痛い、腕が痛い、どうしても腕が気になります。全治3ヶ月という腕の故障、その故障をして出場しておりますが、カウント2、何としても初防衛に成功したいチャンピオンサイド、しかし苦しい戦いを強いられております。遠藤の攻撃が続いているが、バックを取った、さあジャーマンに持っていく、いけません、ここはロープにしがみつきました。さあ自らロープを利用してドロップキック、これも胸元に突き刺さって、カウントは2。さあ序盤から中盤に差し掛かって、どう組み立てていくかというチャンピオンサイド、ここは一旦深川にタッチを行います。おっと、これはかわされてしまった。そして前川久美子、上から足をかかとを叩きつけました。そしてこの得意の速投をうまく避けたが、しかし2発目はもろに切ってしまった。1発目はうまく避けたんですが、2発目喉元に決まって、さあ2人攻撃、遠藤そして前川、このパワフルなコンビがその技を遺憾なく発揮して、カウントはどうだ、カウント2、間一発、鎌田が遠藤を振り切ってようやく間に合ったという体勢でした。さあなおも2人攻撃、ダブルのドロップキック、鎌田を抑えておいて、さあリング上では前川がボールを奪うことはできません。目まぐるしく展開しております、全日本タッグ選手権試合。さあチャンピオン危うし、お、しかしこれはそのまま回転式の逆エビ、カウントはどうか、試合時間15分経過、カウント2、得意技を持ってきました深海美、しかし間一発これを外しました前川久美子、これはどうか、カウント、カウント2、これを避けて、さあバックを取った、ジャーマン持っていけるか、後ろからドロップキック、遠藤が待っていました、惜しいチャンスを逃しましたチャンピオンサイド。さあチャレンジャー一気に持っていけるか、いやバックを取った、バックを取った、玉田しかし投げられません、悔しがります玉田理恵、ロープに逃れた前川久美子、さあもう一度ロープに振り直して、あー、これは蹴りが待っていた、中段の二段蹴りが待っておりました、お腹のあたりにずしりと決まったこの蹴り、そしてダブルアームからドロップキック、これは強烈、意識朦朧としている中で、さあ玉田理恵返せるか、カウント2、返した、なんとか返しました玉田、チャンピオンの意地を見せました。しかしチャレンジャーの前川久美子、決めるぞと一声叫んで前蹴り、さあそしてカエルドライバーか、いやパワーボムに持っていくか、あっとこれ形勢逆転、両肩がついた、あー、いまいち今一つ攻めきれませんチャンピオン、玉田が悔しそうに今ストンピングを見舞いました。そして喉元に蹴り、ブルさん、はい、ちょっとチャンピオンも最後攻めきれなかったなという感じですかね。
でもすごいこのように面白いですよね。いろんな動きを持ってますよね、はい、さあパワーボム今度もさあ逆転技、先ほどと同じような形だ。そのまま抑え込んでカウント3、逃れられなかった前川久美子、チャンピオン初防衛に成功です。17分5秒、全日本タッグ選手権試合は玉田リエスカイリー、チャンピオンタッグは初防衛に成功いたしました。いやー宮本さん、最後はこの前川の力技をうまく逆転してという形になりましたね。あのパワーボムをね、はい、あと絶妙のタイミングでね切り返してそのままホールですからね、もうあの執念ですね、本当そうですね、あの受け身も取れない体でねよく頑張りましたね、そしてブルさん、はい、頑張りましたねチャレンジャーも、はい、もう次多分取れるんじゃないですか、もうこの人は。あ、そうですか、そこまで来てますか。そう思います。チャンピオンサイドもどうですか、チャンピオンの初防衛。そうですね、なんか今一番こう注目されてる2人みたいな感じで、そうですね、いいわけじゃないですか。本当に小さな小さなチャンピオンですが見事に初防衛に成功いたしました。苦しみながらも初防衛を果たしましたチャンピオンチーム、こちらの方に持ってまいりました。お疲れ様でした。いやー取るのも辛いけれども守るのも辛いね。辛いねしんどかったです、特に左腕がねみんな気になるところですが大丈夫なんですか。休んでたんで、うん、大丈夫かなと思ったんですけど、初っ端から前川がここを狙ってきやがって、ここから一発蹴られたんで、けでも力が入らなくなっちゃうんですよ、それでもそんなこと言ってらんないと思って必死だったんですけど、最後でもタイミングよく本当ですか。もうあの担がれちゃうと最後なんで、どうにか相手の力を利用して隙があればと思ってたんで、今日はそれができてよかったです、はい、さあそして深川選手ですが、ね、途中もダメかと思いました僕はなんかいつもやられっぱなしで終わっちゃうんで、やっぱ開幕戦からまたこけちゃったらまた1年去年みたいになっちゃうと思ったんで、今日は絶対強気で最初から出てたんですけど、帰って空回りしちゃってギクシャクしちゃって焦っちゃったりして、玉田のあの腕をかばうつもりが全然足引っ張っちゃって、でもこのベルトを似合うようにするのは今年の目標ですよね。はい、ね、これからの防衛戦また頑張ってください、はい、前川に借り返せましたね。まだ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 返してきませんそうですか、はい、とりあえずおめでとうございました。ありがとうございました。どうかな、もう電話会社は選んだかな。まだですけど。選んで電話会社を選ぼう。なぜ選べば納得0088。小さい頃ね、トウモロコシって言えなくてね、トロモコシって言ったろ。あれトウモロコシさんごめんね。ああ、中井でした。大自然一杯クノール北海道ポタージュ。クノール味の素。ロン・ティボー国際音楽コンクール、20歳にしてグランプリ受賞。ボルビー圧倒的喝采を集めたテングストランド、2人のピアノ協奏曲による華麗なるガラコンサート開幕。ついにゼロの時代へ、ストリートファイターゼロ始まる。カプコン甘いトルネード、ミムシュテペストア、ミムシュ、ミムシュアルゾン、ミムシュ、ミムシュ。プロが認めた味です。ハウスフランス厨房ビーフシチューソース。素晴らしい。未来は甘いか酸っぱいか、新世紀を覗いてみよう。未来史閲覧、産経新聞で連載中。お題の試合、長谷川咲へシングルカウントダウン7番勝負第1戦、30分一本勝負を行います。おコーナー、国本党175パース渡辺智子。昨年は女子プロレス大賞敢闘賞を受賞いたしました渡辺智子です。赤コーナー、フリーダムフォース160パンス、
長谷川咲。引退へのカウントダウンが始まりました。長谷川咲へ。レフェリー村山大地。この渡辺智子戦がまず第一戦、長谷川咲へシングルカウントダウン7番勝負であります。まああまりにも早いんではないかというそんな気がするこの長谷川の引退であります。おっと渡辺智子がちょっとこっちへ来い。これ何か同期ならではという感じで、あまずは握手。しっかり握手をしたと後ろからドロップキック、まあ、この辺りがやはり同期というか、飛びました長谷川咲へ。何か楽しそうに長谷川咲へがプロレスをしています。そしてリングに戻って大きくアピールしました長谷川。さあ鍋上がってこいと大きな声を出しましたリング上の長谷川。そして下でこのコフェを受け止めました渡辺智子でありますが、さあエプロンサイドからゆっくりとリングに入ります。長谷川咲恵がこの7番勝負の最初に選んだのはやはりこの同期の鍋でありました。さあそしてその渡辺セカンドロープから強烈、まずそしてギロチンドロップ、そしてフォールに入ります。まあこの長谷川咲恵というのは僕は本当によく知らなかったんですけども、獄門島に長野さん入ってた時期があったんですよね。はい、新人の時そうでした ね鍋と、鍋とバットとサキちゃんで3人で、そうです同期3人で、はい、ああなるほど。その中でサキちゃんだけが自分から入ってたんですけどね。ああそうなんですか、はい、自ら、はい、なるほど。もっとバブラムスープレスロコモーション、これは長谷川咲恵の技でありますが、それを渡辺智子が逆に長谷川咲恵に対してやっている。やりますね。これはブリッジで逃れましたが何か畜生という感じでしたね。足をバタバタさせている長谷川、やられたという感じの長谷川です。これはもう長谷川も羽越しぐらいやるしかないですよね。皆さんでこれね、いやキャノンボールぐらいの、ね、キャノンボールね、そうですね。さあロープに振りました渡辺智子、そしてさあ首を捉えていきました。さあそしてダブルアーム、これは本物はこうやるんだというようなそんな表情でロゴモーションダブルアームスープレックス。さあ3回そして4回目放り投げました。最後は長谷川咲へ渡辺を放り投げて、そしてフォールに入っていきます。ニアロープでありますが、さあロープに右足がかかっていきます。本当にこれはこのシングルカウントダウン7番勝負は長谷川の全てを出し尽くすような戦いになっていくんではないかと思います。さあそしてストレッチ、渡辺自身も今日は涙は見せませんという話をしてましたけど、果たしてどうでしょうか。今はどんな思いでこの同期2人が戦っているんでしょうか。鍋の方も引退意識しちゃうと優しくなっちゃうから、うん、意識しないようにガンガンやるって言ってますよね。まあ口ではねそういうふうに私にも言ったんですけども、こういうのはどうなんですかね。渡辺っていうのは何かでもどっちかっていうと敢闘賞を受賞した時の涙の姿見てもね、結構ね割と感情を表に出す人だから、ね、そんな気がするんですが、さあダブルアームの体勢から動きません。おっと力で返すか。さあ渡辺、さあそれを力で受け止める長谷川。さあヘッドバット、おっと、さあそして放送席目の前にやってまいりました。さあ本部席の方かな。さあ補充席に向かって投げ飛ばしていった。顔面を今机に強打しました。なるほど。さあそしてあまだいきますよ。今度は逆サイドニュートラルコーナー近く満員の後楽園ホール、お客さんが逃げ惑っておりますが、その椅子の上、元は獄門島出身
この長谷川早紀であります。そして現在もこの獄門島に籍を置く渡辺智子、何かその籍別の思いを表現するかのように場外乱闘ラファイト。さあ逆に今度はいった、長谷川早紀が渡辺智子、さあそして椅子を投げつけました長谷川、もう1回2発目。さあラファイトを今日は数多く見せております長谷川早紀です。なんかブル中野さんもういいよというふうに言ってましたけど、いいよじゃなくてこっちに来るのかなと思って怖いと思ってなるほど、すごいね、こちらにも挨拶に来るかと思いましたがね。さあリング上で待ち受ける長谷川早紀、カウントはすでに16を数えています。ゆっくりと立ち上がった渡辺智子、おっとさあカウント17、そしてエプロンサイドカウント18であります。そして時間ギリギリで中に入っていきます。さあエプロンサイドまで戻ってまいりました渡辺智子であります。さあここからどんな技を長谷川早紀は見せてくれるんでしょうか。かつては未完の大器というふうに呼ばれたこの長谷川早紀でありますが、さあどうか、上から飛んだ、この人もウエイトがかなりアップしています渡辺智子。この渡辺智子もしかしブルさん強くなりましたね、なんかもう背中見ててもうムチムチしてて、ムチムチしてね、背中でもう語ってますよね、本当にそうだ。うわー、もろに受け止めた長谷川だ、どうだ、カウント2つ、青コーナーから容赦なく飛びました渡辺智子。絶対ちゃんとシングルしたくない、あーブル中野にそう言わしめる渡辺智子のこのフライングヒップドロップでありますが、さあどうか、立ち上がったところ、あっとこれはかわしていった、そしてあっとソバットは空を切った、ラリアート、ソバットは空を切ったところ、ラリアットを見せました渡辺智子、右肩が上がった長谷川、長谷川に対する声援が飛んでおります、後楽園ホール。さあそしてロープに振るか、振り返した長谷川だが逆にラリアート、一発一発に渡辺智子思いをぶつけていきます。果たしてこの後長谷川早紀とシングルマッチができるかどうかはもう分かりません、あるいはこれが最後のシングルマッチの戦いになるかもしれない。いろんな思いを込めて渡辺智子が一発一発ラリアットを叩き込んでいく、前の後楽園ホールがしんと静まり返っています。そして立ち上がるのを待つ渡辺智子、ゆっくりと長谷川が立ち上がったロープを使った渾身のラリアット、さあホールに入る、カウントは2つ、何かブルさん思いが伝わってくるようなラリアットでしたね今ね、そうですね、あと私宮城ちゃんもすごい味がありますね、それと三宅さん、さっきからね、死ねとかね、この野郎とかっていう汚い言葉をね、あえて渡辺がこう吐き出すようにしてね、自分に対して何か非常になるようにね、なるようにやってるみたいな感じを受けます ね、自分を鼓舞してそして自らの気持ちを奮い立たせるように長谷川早紀に向かってぶつかっていっている。さあこのリングサイドを思いっきり使ってラリアートが出るんでしょうか、飛んでった、しれーと叫びながらラリアート、完全に喉元を捉えました。渡辺智子のラリアットと一緒に思いを一緒に喉元に受け止めましたこの長谷川早紀でありますが、大の字になったまま動きません長谷川早紀。リング上で長谷川の蘇生を待ち受けております。さあ若手レスラーに今促されるようにゆっくりと立ち上がりました。さあ渡辺はリング上、おっと長谷川早紀ちょっと朦朧としているんでしょうか、このラリアット攻撃かなり熾烈なラリアット攻撃でありました。さあゆっくりエプロンサイド、あーっとまた下に落ちた。さあ長谷川早紀この試練のシングルカウントダウン7番勝負第1戦、長谷川早紀のリングでの思い出作りが始まっているわけでありますが、さあどうか、苦しい第1戦になっています
この第一戦白星スタートとはいかないんでしょうか。さあまたラリアットが受け止めた。裏投げ一戦、これが長谷川咲だ。さあもう一回裏投げ、脳天から落ちています。渡辺智子3連発。さあ長谷川咲恵のこれが4連発、裏投げ4連発。しかし立ち上がれません長谷川。そして朦朧としながら渡辺智子の方が早いか。さあゆっくりと片膝をついた両者、まだラリアートの後遺症が残っています長谷川。さあ行くぞ渡辺智子ラリアート。長谷川咲恵が吠えていますが、そこ喉元にまたもラリアット。もう何発食らったかわからない、何発打ち込んだかわかりません渡辺智子のラリアット。ああこれが渡辺智子、去年から一瞬一気に敢闘賞を取るまでに上り詰めてきたこの渡辺智子、一緒に獄門島の門を伝えたこの2人が戦っています。カウントは2つ。なかなか長谷川咲恵が自分のペースを作ることができませんが、何かこれがフィニッシュだというような感じでゆっくりと渡辺智子。さあバックドロップか、さあキャノンボールマスター、キャノンボールマスター、さあどうだ、カウントスリーと、もう村山大志の右の手のひらはほとんどリング上あと3センチというところまで降りておりました。よく宮本さん返しましたね今のは。本当ですね、さあ逆に裏投げを一斉した片エビ固め、どうだ、カウントは2つ。さあそしてロープに振ったか、振り返す、そしてそばと顔面、完全に顔面を捉えた、カウント2つ。逆転のスマットとはなりませんでしたが、しかし完全に渡辺智子の顔面を捉えた。ちょっと渡辺智子の目が虚空をさまよっている。さあそこを裏投げか、エルボーでかわした渡辺智子ラリアート、これはかわした、どんだ、どうするんだ、わあそのまま落とされた。あーカウント2つ。いやしかしブルさんどうですかこの2人の戦い。もうどっち勝ってもねえ、かつて2人が獄門島の門を耐えた時と随分変わったでしょう、ねえ。さあそしてそのまま抑え込んでいく、決まった、カウント3つ。大の字になった長谷川咲恵、シングルカウントダウン7番勝負、その第一戦同期渡辺智子を下しました。長谷川咲恵選手とコールしようと言いました。今日から始まりました長谷川咲恵シングルカウントダウン7番勝負、リングでの思い出作り、その一戦目が今幕を下ろしましたが、しかしながら獄門島の門を叩いたこの同期2人の素晴らしい戦いを見せてもらいました。一発一発にそれぞれの思いがこもって、それを見る者に伝える素晴らしい好勝負でありました。そして試合が終わって2人が目を合わせます。やられたかという渡辺智子、そして長谷川咲恵、そして今左の手を高々と掲げられました長谷川咲恵であります。カウントダウンの第一戦終えたところですけどもね、はい、どんな印象ですか。自分では全然実感ないんですよ本当に。だからなんかシングルカウントダウン7番勝負ですかって言われてもなんか他人事のような気がして、でもね、うん、鍋がもう泣きそうだったからね参っちゃう。そうじゃなくても、うん、あの同期平成元年組の中では、うん、やっぱり一番妹分みたいな感じで、もうすごい可愛い子なんですよ本当に。もうニコッとしてて、うん、甘ったれで、だからそういう子がね、こういつも彼女握手をしないんで、自分も最後にと思ってさらっと行こうと思ったら止められてねニコッとで涙うるまして握手になったらもうこっちがジーンときちゃって、うん、鍋の涙と笑顔には弱いですからねそれで負けそうになったんですけど、
本当に気負いすぎちゃってね、もう本当に鍋とか伊藤だと特に、でもね、本当に楽しそうに久しぶりにね、長谷川選手がプロレスをやってたなっていう感じを受けましたけどじゃないと鍋泣くからなんて自分が泣いちゃったりしてナイバーサウンドインブリザードゥバランスアッププレゼンツブランニューモンキーズザサーフコースターズ古内東子ライブコンサート、ここでは音楽が降ってくる。美しい季節、日本核がお届けします。フォーマルがふさわしい世界、日本核。オーエブリバディシブチンよろしくてください。ハレー、これでもっともっと、これオーディーボーイタカチーン、車を高く売るなら JJJBOY。 皆さん、パスポートにチケットにセイロガン投影持ってますね。はい、では出発。下痢、食あたり、水あたりにラッパのマーク、大抗薬品のセイロガン投影 A。いつもいつまでもジャワジャワ。今夜はビーフカレーよ。よーし、今日は家族でハウスジャワカレー。カレーはハウス。早稲田大学ボクシング部でアマチュア日本一を極めた三谷大和、プロ転向後日本東洋を制した勢いで世界王座に挑戦する。1月27日土曜日、母校のリングで三谷大和世界ダッシュなるか。天候三段たる今、リング上に4人の選手が登場してまいりました。本日のセミファイナル、そしていかにも初はずにふさわしい衣装であります、今井リングアナウンサー選手の紹介。165パウンド、三田。まず青コーナーは三田悦子が紹介されています。同じくオールパシックチャンピオン180パウンド、本田由美子。さあ、今年は試練の年になりそうであります、堀田由美子。中コーナー 3WA 世界タッグチャンピオン145パウンド、下田。プロレス大賞では思っても見ない技能賞になりました。同じく230パウンド、アジャコング。再起をかける正念場になりそうなアジャコング。
この人も今年注目の選手であります。さすがに大型選手が登場してまいりまして、何かリングが狭くなったような感じであります。さあ30分1分勝負のタッグ戦であります。今日はアジャと、それから下田美誠、そして青コーナーであります堀田由美子、三田悦子。さあ今ゴングが鳴って試合が始まった。まず下田、そして三田の対決になりました。早くも目まぐるしい動きを見せている。おっとアジャが今リングから下に押されてしまいました。そして堀田登場してまいります。さあロープに振られている下田、どうか。今度はアジャが下から作戦を考えた。おっと早くも場外戦が展開されている。おっ大津の横に来た、思い切って下がったアジャコング。場外戦となっている。さあ早くも椅子を持って下がっている。犠牲者は三田悦子。おっとそしてどうか、放送席にやってまいりました。三田が叩きつけられています。ダメ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 アジャ。おっとアジャが放送席をめちゃくちゃにしています。これは新年のご挨拶にしてはあまりにもひどすぎます。大丈夫にお気をつけください。いやいや来ましたね、もう放送席が。あーと、そして本部席です。塩野さん、今度はなんだかアジャのこれ落とし玉かね。大変なことになっております。後楽園ホール、お越しください。大変危険です。もうブルがね、今日はあの放送席に座ってるんでアジャが来るんじゃないかと心配だったんですけども、さあ選手に近づきますと危険です。ガラクという感じになりました。わずかに堀田由美子、そしてまたも下田を場外に。今リングに残っているのは堀田一人であります。アジャはロープによって場外戦、初めからエスカレートしております。今日のセミファイナル、満員のお客様もびっくり仰天であります。いやアジャ場外戦って似合いますね。いやしかしどうですか、映りもまして、すごいですね。これね、満員のお客様をバックにいたしまして、二王立ちのアジャコンビであります。いかにも場外戦のね、ジョーといった感じ、アジャコング。しかも悠然としてリングを一周。いやそれにしてもアジャの大きな落とし玉、後楽園がもうびっくり仰天。ねえ、いやいやもうなんかブルがね、細い声を出してますけども、ブル、はい、あの放送席に座ってると場外戦ってのは怖いでしょ。怖いですね。で自分がやる方がいいんですよ。そうそう、やられるのってちょっと放送席に座ってみるとね、気持ちが分かってもらえると思います。あのこれ三田と下田なんですけどね、あの三田の、あ、下田の方が一歩上行っちゃったじゃないですか、はいはい、で今日二人当たるのどうって言ったら、あの三田の方は同期に追いつけ追い越せ、なるほど、頑張ると。で下田の方はもう感情むき出しにしてやると言ってましたね。あ、そうですか。さすがにね、取材の着眼点もブルーさんはいいですね、なかなかね、うん。さあそしてアジャが行った、アジャが行きました。もう今日放送席にゲスト解説座ってくれているブルー中野様とは数々の頂上対決がありました。アジャコング、しかし去年はちょっとアジャにとっては寂しい年、 ね、それだけに今年は再起をかけた大切な試合になりますよね。そうですね、あのスーダーベも捉えちゃって、はい、でも今年はあの去年負けた人一人ずつ、うん、京子にトヨタに関西、そうそう、もう全部お返ししていくって言ってました。そうでしょうね。まあ普通ね、こういったあのスポーツの世界では、はい、一度頂点に立って落ちちゃうとね、再起がもう本当に2倍3倍難しいってことをよく言われますでしょ、はい、まあ、アジャの場合はしかし何といってもあの一応ベルトは失ったとはいえ力もあるし技もあるし、 ね、この人だったら十分に再起のチャンスはあるでしょう。はい、もうもちろんあると思います。それで、あのアジャ自身もあの去年は WWF とかにね、アメリカに行ったりとかして、うん、で外にも目を向けていくってことですね。まあブルとかアジャとかこういったキャラクターってのは外国でも宮本さん当然受けますよね。そうですよね、あの WWF は非常にあの評価高かったですよね。ブルなんかも今やなくてはならない戦力になっているに違いありません。ブルはまたあの今年早々ロサンゼルスですか。そうですね、ロスで興行を行うところで一緒にやらせてもらいます。ね、まあ、アジアは今国内戦の、ね、女王と人気者という感じになっておりますが、これからはあの、女子プロレスもどんどんあの国外に目を向けて進出してもらいたいと思います。そういった意味で先陣を切っている今日はブル中野がゲスト解説であります。さあ下田が行く、
島田の技能賞というのも宮本さん大きな自信になっているでしょうね。そうですよね、まあ、本人もびっくりしたようですけどもね、はい、まあ、でもやっとこの人もここへ来て花を開いてきたなという気がしますね。そうですね、今日の2つ目ホテルで行われましたプロレス大賞の表彰式で私があの大きな声で下田美奈を呼んだんですけども、この人なかなか出てこないでどこに行ってるのかと思ったらあの会場の外に出てましてね、まさか私が呼ばれると思わなかったと言ってました。全く自分にとってもね本当に意外な受賞でした。しかしこれをバネにいたしましてきっかけにして多く成長してもらいたい下田美奈、5分経過。そして今堀田由美子登場しました。下田のどういった点があのブルー、はい、よくなりましたか。もう全然あの迷ってないですよね、楽しそうにっていうか、なるほど、生き生きやってます。思い切りが良くなった、でやっぱり集中笑顔がすごい増えましたよね。ね、やはり選手ってのは何かを転機にして大きく成長するものなんですけどもね、今年はこの下田も注目ですね。そうですね、あとやっぱり見たね、はい、去年本当にあれだったからちょっと差ついちゃったから、ね、今年はどういう風に巻き返すのかなと思って。下田はあのなかなか根性があると言いますか、執念がある人なんですけども、どっちかと見たっていうのは体大きいんですけども、淡白なのかな、性格が。しかし大技をこの人出すといかにも似合うって言いますかね、デスバレーなんか本当にこの人のためにあったようなもんであります。ああトロープを使っている、これも見たならではといった感じの大技。塩野さん、はい、ただちょっとね、最近考えすぎちゃってるのか見たが、よくあの選手がお正月実家に帰って、たらふくお餅なんか食べてね太って帰ってくるって言いますけどね、はいはい、このねお正月でねちょっと頬のあたりわかるかな、痩せちゃったんですってね、最近あの年末12月から今年にかけてですね、ちょっとウエイトの方が落ちてるのが気になるんだなんていう話をしてくれましたね。精神的なもんですかね。そうだと思うんですよね。まああのブルは埼玉のお嬢様でしたが、はい、この三田はね世田谷のお嬢様なんだよね、はい、しかし三田もね私たちから見るとやはりデビューした頃に比べれば大きく本当に大きくたくましく成長したように見えるんですけども、この格闘技の世界は上には上がいるもんで、三田さんなんて本当にいい技を持ってるし体も大きいし、そうでしょ、顔もいいじゃないですか、あとやっぱし気持ちっていう気持ち何か吹っ切れると ね、 そうですね、すごいと思うんですけどもね。確かに最初あのブルが言ってくれたように、まあ、あの三田と下田というのはね長い間コンビを組んでおりました。しかし今年は少なくとも下田の方が一歩二歩多くリードしています。どう三田が反撃してまいりますか。この辺りも今年の注目の一つであります。目まぐるしい動きを展開しています。そしてアジャが登場いたしましたリング上。さあ今日このアジャとそれから下田のコンビネーションがなかなかの宮本さんいいように見えるんですけどもね。そうですね、やはり、まあアジャのリーダーシップといいますかね、やっぱこういう点はもうアジャはすごくうまいですからね、タッチワークなんかもね、鮮やかですよね、と言ってたらあの誤爆しましたね、やられましたねこの辺がまたプロレスの面白いところでやります。さあアジャがロープに振られた、どうするか。力では負けないはずなんですけども、やはりあれだけの差がありますか、ねえ、飛ばされました、大きな掘った。さあ今度は対角線に行ってどうするか、うまくいった、綺麗に入りました。さあ堀田由美子見せ場がやってまいりました。もう一回対角線に打ってとーっと後頭部を捉えています。こういった堀田のキックっていうのは選手にとっては怖いでしょうね。いやこの体でね、あの見るキックはすごいでしょうね。本当ですね。しかもあの後頭部に綺麗にね、カウンターが入っています。堀田のキックについてはブルの中の、何度も何度も受けてるでしょうけども、いやもうすごい痛いですよ。痛いでしょ。あですよね。ねでもなんか堀田も水着の下これなんかテーピングだいぶ回ってますね。そうなんですよ、左ね、あと膝もそうですし腰も、はいはい、まあ、堀田もね、どちらかというと怪我が多いタイプかも分かりません。さあ、カブラーの体勢に入ろうというところどうでしょうか。気合を入れている。さあ堀田、アジャを持ち上げることができるか。さあ
今年の運勢を兼ねて一発いってもらいたいがどうか。裏剣は一発かわしました。ああ円髄もしかしアジャがかわしました。さあこの野郎という下田どうでしょうか。下田ではちょっとね、堀田恵美子真正面からぶつかったんではちょっと心配であります。ああ逆さ押さえ込みの体勢に入ってこういった技はうまい。一瞬の逆転技を使いました下田美馬。さあおっとポーユカンが出た。あーっとこれは同士打ちになりました。さあここは大きなチャンスであります。堀田恵美子カウントを取る。アジャがいった。アジャがかろうじてカット。カウントは2でした。さあ堀田恵美子ここはしっかりと下田も料理しなくちゃいけませんが下田後ろからいった。そしてこのままカウントは2か。カウントは2であります。タイガースープレックスなかなか決まりません。さあ今度はトップロープに上がって下田飛んだ。うんとしかしこれもカウンターキックが入っています。そしてまた三田悦子が登場してまいりました。やややや三田悦子下田沼に今リードを奪われています。そういった意味では今日は作戦ではありますが1対1闘志が火花を散らしている感じ。さあ返り上げた。これもあの三田の身長をねうまく利用した技の一つであります。決めに持っていこうとしましたがこれもカウント2であります。そしてアジャ登場。さあっと後ろから強烈なキックが入りました。堀田だ。さあ2人攻撃になった。まとめて料理はアジャコング。そして今度は下田。さあ先ほどは同中打ちを見せました。今度はどうでしょうか。アジャが一気に飛んだ。フライングボディープレスカウントが入る。カウントはどうか。3つか2つでした。わずかにカウントスリーを免れました。15分経過。エルボーだよ。うんどうするんですかね。噛みついてますみたいな。今噛みついていった。さっきね噛みつかれたお返しですよ今の。そのままお返しですね、はい、うん。そして大の字になっているアジャコングでやります。カウント3はちょっと無理かもわかりません。さあ大の字になっているアジャコング。そして堀田が待っている。そう堀田のところに襲いかっていった。また場外に押されてしまいました。アジャが追うか。アジャが追っていくか。もう一回場外戦がありました。この放送席に来ております。そしておお下田が一気に飛んだ。場外に飛んでいる。これはどうでしょうか。ちょっと放送席からは死角になっています。あしかしモニターで見ますとちょっとね堀田が大の字になっております。はい。さあアジャがフィニッシュを選択。アジャがフィニッシュを選択。大の字になっているのは三田悦子。一回エルボーがいった。強烈エルボーが飛んでカウント3つ入るか。堀田がカローに迫り合いました。すごいよあのエルボーってのはもう見てられませんね。さあファンにまたフィニッシュを選択いたしました。裏剣だよ。裏剣ですかね。裏剣ないですよ。解説ブルーの角が裏剣を今予言いたしました。さあおっとうまく避けた。そしてチョップ、またチョップいった。いやー風切りチョップを見せました。ミザーッといった。3連発であります。そのまま抑え込もうとしましたがこれは無理。最近はあったパフォーマンスが入って裏剣でね一発で決めるんですけどもよく読んでおりました。おいけるでしょうか。あーデスバレーもあるんですか。いやーこのまま上に乗っかってこれは無理でしょう。カウントが入ってしまいました。カウントが入ってしまいました。堀田恵美子はあの下田がですねうまく場外に誘ってたんでしょうか。デスバレーに行こうといたしましたがしかし一瞬の隙を突かれてしまいました。やはり裏剣が炸裂。三田悦子どうしようもありませんでした。アジャコング、そして今ノビンの危険力同賞下田美馬両選手の勝利が今宣告されています。三田にとってまた宮本さんちょっとあの苦しいスタートになりましたね。そうですね。またあの宿題を背負い込んだような感じになりましたね。本当ですね。おめでとうございます。おアジャ国民のご挨拶。いやいいもんだね新年最初の勝利っていうのは。なぜここのところね負けが多かったから失
久々にじゃあ勝利の美酒はないけどな、三金だからまあ嬉しいですよ。去年ダメだった分今年ガンガン飛ばしていきますから、皆さんよく見ててくださいね。それではアジャコング下田美和選手がこちらに来ていただいたんで、インタビューしてみたいと思います。もう去年のね、こう鬱憤を晴らすような大暴れでしたね。新年だからね、ガツンと行かなきゃなと思って、うん、行けてよかったですよ。そうですね、うん、今年はね、現状、うん、中だけじゃなくて外にもという話がありましたね。そうですね、世界に羽ばたくアジャコングということでやっていきたいなと思いますけれども、そのね、オープニング、新春第一戦を勝利で飾ったっていうのはこれ大きいですね。いや気持ちいいですね、なんか去年あたりちょっと負けてた気もするんで、やっぱね最初良ければいいかなと。最初が悪いとねちょっとねなかなかどうしてってもんですから。いや今年はちょっと怖いなっていう感じがしますけれども、そして去年の勢いをそのまま今年に持ち込んできました下田美和選手、どうでした？なんかアジャ選手と組むのはすごい毎回毎回っていうか、ほとんど3日に1回くらいは組んでるんで、もっと連携とかあったんですけど、とりあえず今日は自分の本調子を戻すために動いたんで、またぜひともこういうカード組んでいただいて勝利におんぶしたいなっていう感じですまあ何はともあれね、新春第1弾こう勝利で飾れておめでとうございました。クリームパンとかメロンパンもこいつとだったらちゃんとした飯になると思います。シンゴでした。大自然いっぱいクノール北海道ポタージュ、クノール味の素。ロンティボー国際音楽コンクール、20歳にしてグランプリ受賞ボルビー、圧倒的喝采を集めたテングストランド、2人のピアノ協奏曲による華麗なるガラコンサート開幕。とんがりコーンは軽くて美味しい。あれ？あれ？トン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 ガリコーン。トン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 。あれ？どこまで続くこのうまさ。とんがって美味しい。ハウス。とんがりコーン。夢科学96 CG グランプリ in エステック。コンピューターグラフィックスはインターネットなどあらゆる情報の中に形を変え入り込もうとしています。展示会観覧ご希望の方はご覧のところへ。Everybody, Shibu-chan! Yorosuke-te kudasai! Hale! これで! Motto, motto! これ! Audi Boy! Takachi! 車を高く売るなら! J-J-Boy! マッキントッシュを愛するあなたに、もうすぐ Mac World Expo。去年は全国を縦断して248試合がありました。全部のプロレスの団体で最も多い試合を消化しております全日本女子プロレス。そしてその248試合の試合の中で頂点に立ったのがこの豊田真奈美でした。見事にプロレス大賞を射止めました豊田真奈美、今颯爽とリングのラウンドで登場。コーナーには今最高のコンビが登場してまいります。京子そして高子でありますベストタッグ賞、ベストタッグマルド賞を獲得。今最強のコンビに成長いたしました井上京子、そして井上高子。さあ注目の今日の一本勝負であります。本日のメインイベント、タッグマッチ60分
一本勝負を行います。青コーナー、フリーダムフォース150パンス、伊藤カオル。メインイベントに登場してまいりました伊藤カオル。同じくフリーダムフォース3AA 世界シングルチャンピオン150パンス、トヨタマダー。ピンクのガウンに金のシュー、中村からチャンピオントヨタ。アドコーナー IWA 女子チャンピオン155パンス、井上隆子。黒いベースのガウン、他にも井上隆子カラーであります。175パンス、井上京子。そして明るい井上京子。今井上京子とそれから井上貴子がリングに登場してすぐ放送席の方に目をやりましたね。最後はあの選手紹介の前に軽くブル様にご挨拶というシーンがありましたね。まあいろんな意味で特に井上京子と今日ゲスト解説のブル中野とは深い因縁関係があります。今日はブルの前でどういった試合を見せるか井上京子。早くもテープが乱れ飛んで誠に華やかな後楽園であります。去年もこの後楽園ホールからスタートして248試合でした。さあ今ゴングが鳴った。新進を飾りますメンゲベントが今開始されました。60分一本勝負。まず井上伊藤薫、そして井上京子の対戦になっている。先制攻撃は伊藤薫であります。伊藤の中堅選手からもうやはりあの主力選手に多く変わらなくちゃいけないという宮本さん時期ではありますね。そうですね、まあ、若手っていう段階ではもうないんですけどね、はい。まあ、今年一番の飛躍が期待されてる選手じゃないですかね。そうでしょうね。その伊藤薫に対しましてまずリリーティーを放ちました。塩野さん、はい、伊藤に今日聞いたんですけどもね、はい、今年はね今までどうもマイペースっていう雰囲気の選手だったじゃないですか、はあはあ、もうマイペースは卒業してね、うん、私はちょっと欲を出していこうと、はあ、ええ、じゃベルトってことですかって聞いたら、いやベルトはもう後でついてきますと。なるほど、ね、とにかくトップグループに食い込みたいんだと。そうでしょう、塩野さん今おっしゃいましたけどね、中堅から主力へ ね、ええ、そういうね上のレベルの選手になりたいんだということを言ってましたね。みんながやはり伊藤にはそれを期待したいですもんね。そうですね、88年の10月10日後楽園がデビュー戦でした。ですから今年8年目ということになります伊藤薫。さあ今年は大いに伊藤薫奮闘してもらいたいとしてもあります。ちょっとあの伊藤の投手の前に井上貴子タイタンといったところであります。そしてコンビを組んでいるのは最強です豊田真奈美。さあトップローブ仁王立ち、華麗な舞を見せます豊田真奈美。まあとにかくこの豊田真奈美っていう人は体が強いって言いますかね、怪我が少ない選手としてね、無事これ名馬という言葉もありますけども、本当に怪我が極端に少ない選手と言ってもいいでしょう。それが今日やはり一番高いところに立てた大きな原因ではないでしょうか。トカゲのような性質をしてます、うん、本当ですね。切れても切れても入ってくる。ああそうか、ブルなんかより実際に試合をやっててそういった印象ありますか。はい、もうこれでフォローできるんだと思っても、うん、もうまーっと置けてるんですよ。トカゲのようなね面白いそれは。いや本当にそれだけのしつこさってのありますもんね。お客様が声を揃えています。これはスピードがついた。おお、加速度がついている。こうならなくちゃジャイアンツスイングは本物じゃありません。恐るべし井上京子。いやー豊田真奈美どうでしょうか。最後はもう自分もねどうなったか分かりません。井上京子フラフラしてます。さあ今のエプロンのところに頭が飛んできましたもんね。ちょっと危なかったですね、はい、ロープにみたいな。そうでしたね。そして結局井上も目を回しましてね、高子にタッチであります。
さあ井上貴子出てまいりました。さあおっと、しかしこれができました。両足を揃えました。これができるっていうのがすごいですね。驚きました。さあそして今度は合体だ。合体で両足を揃えております。トヨタそして伊藤でやります。さあどうするか、両方から飛びますかね。ほとんど中央大の字は井上貴子だ。2人が飛んだ。カウントが入っています。しかしこれは2でした。さあステップオーバーしてボストンクラブの体勢に入ろうとしています。去年ブラックブリザードってやりましたよね、でその時に結構関節技とかいろいろ使ったんですよ、はい、でそのあれが評判良かったんですよね、うん、で素顔になってからもこれからは使っていくって言ってましたね。あそうですか、はい、なるほど。今日はブルー中野さんに特別解説者といたしまして放送席に座ってもらっております。そのブル様の前で井上京子そして井上貴子どういった作戦を展開してくれますか。相手は豊田真奈美そして伊藤薫であります。さあ今度はトヨタが出てまいりました。なかなか逃してもらえません。2人で足を掴んでさあ伊藤が行く。そしてトヨタトップロープに上がっている。ファンがアピールして何が出るんでしょうか。いい気だと言いました。足を固めてますんでねこれは効いているでしょう。もう1回行くか。さあトヨタもう1回華麗に飛んでいます。ラインオドリープレスバッチリと入りました。完全に伊藤薫足を決めております。したがってもどうしようもありません。井上貴子ちょっと苦しくなりました。今日のメインイベント作戦であります。さあ井上貴子足をがっちりと決められてますけどもゆっくりゆっくり今ロープの方に手を伸ばしている。どうでしょう。ロープに届いた。ロープに届きました。この試合は60分一本勝負の作戦であります。さあ今度はどうでしょうか。誠に粘っこい感じがあります。張ったタッチ張って高くから強固にタッチでやります。さあ伊藤がいった。うまくかわしました。もう一回どうでしょうか。ドロップキックなんとかかわしている。今度は食った。今度は食らいました。この野郎という伊藤薫でやります。さあロープに振ってどうか。今度は反撃だ。なるほどね、まあ、後ろを見てないんですけどもそのままねタイミングでバシッと決まるんですよね。今度は体勢一転してどうか。あっとリアート入った。早くも場内から反応が起こっている井上京子。とにかくあのファンを巻き込んでるねプロレスというのはやはり井上京子ナンバーワンですよね。10分経過。さあこれはどうでしょうか。がっちりと決まっています。とにかく井上という人はあの足の力とか関節の力とか本当に強い人なんでしょうね。そうですよね、そして今高子にタッチいたしました。京子高子の今日はコンビ井上京子という人はブルーにね本当にあの闘志を燃やしてぶつかっていきまた組んでいろんな勉強をしやはりブル様師匠ですよね。うん、今日はそのブルー仲間が放送を守っております。何としてもなのか対技高子そして京子また今日新境地を開くんでしょうか。しかし相手は豊田真奈美。そう簡単には2人の合体技を食うとも思えません。トヨタとしても今日はあの伊藤薫との、ね、コンビなんですけどもまだ一つこう2人が噛み合っていないという感じは宮本さんありますか。そうですね、やっぱりまだ全開という具合にいかないでしょうね。そうでしょうね。その辺はやはり京子高子にちょっと押されているかも分かりません。あったあれですね。さあキックが炸裂いたしました。今度はどうでしょうか。トップロープに上がってさあ両足を揃えました。強烈。
ミサイルキック炸裂いたしました。そしてカウント2を取っている。やはりあのブルね、こういう時のあのトヨタマナミの気持ちっていうのはもうあの2対1ぐらいの気持ちで自分が全部引き受けたと、そのぐらいの気持ちで戦った方がいいんですかね。そうですね、試合前はもう今日は伊藤に任せるなんて言ってましたけどね。あ、そう、はい、うん、でもやっちゃったらもうやってますね。はあ、そうですか。さあトヨタマナミ、そして井上、合体技が出ました。これはどうでしょうか。ロープから反転いたしました。トヨタマナミであります。なかなか2人の合体技成功いたしません。おっと、アピールしてる時ではなかったんじゃないでしょうか。隙を突かれましたトヨタマナミ。さあ井上京子、どう料理をしますか。相手にとって不足なしトヨタマナミ。井上がいこう、トバックを取った。ああ、ローリングトレードに入りました。一瞬の隙を突かれました。これなんですよね、本当に恐るべし、持って生まれた感、運動神経。トヨタマナミ、ローリングトレードに入りました。さあこのままどうか、危ない。今のも相当に効いていたようであります。ここは青コーナーのチャンスなんですけども、ファンにアピールする前に何かトヨタマナミ今日は捕まってしまっています。さあ井上貴子、放送席の前に飛ばされました。おっと、ここで行くんでしょうか。さあトップロープに上がった。あっと、このまま場外にミサイル。すごいですね。さあ今度は伊藤が行く。伊藤が行った、一気に行った。フジテレビの前にね、ちょうどあの機材があるんですけども、その前だ。さあこれはなるべく早めに一つ場内に帰ってもらいたいところであります。リング内の試合に帰ってもらいたいところ、危険な場外戦が展開されています。さあトヨタマナミ、さあ今ランロープだ。そしてファンにアピールしている。今は大丈夫であります。完全に井上京子参った。そして井上貴子も場外で参っている。さあお膳立てを使った。そして一気に飛んだ分、サルト入った。カウントは3つか、 2.5。危なかった、井上京子であります。さあ完全に何か流れは青コーナーに変わっている。さあレポリン挑戦に行くか、どうでしょうか。と崩れた体勢が崩れた、ラリアット入った。強烈なラリアットが入りました。そして井上貴子出てまいりました。さあどうするか。さあ今度はバックを取って、このままおっとうまく受けた、キックが飛んで、さあトヨタ反撃に入るか。なかなか思うようには自分の技を仕掛けられません。さあトヨタどうする。あーっと、またも逆転技を使ってまいりましたトヨタマナミ。さあしかしカウントは2であります。伊藤が出ます。高子をたきつけておいて、あーっと、キックスタンプ入りました。これは得意技。そうですね、こういったことで一つトヨタの大技の前にお膳立て。さあこれは相当に効くでしょう。おーっと、スライディングキック。高子は場外に、そして場外に追っていく。おーっと、今度は伊藤薫だ。さあたきつけられました。ここで場外に飛ぶか、ダブルタスターバイト。とこれは空振りだ。井上京子怒った。今日は場外戦が非常に多くなりました。特に放送席の前の場外戦が非常に多くなっております。さあまず高子を上げました。そしてどうするか、トヨタを上げるか。あーっと、トヨタは今場外戦、井上京子に捕まっている。そしてリングの上では高子と伊藤薫だ。どうするんでしょうか。どちらを見ているのか分からなくなりました。場外戦は観客席の奥深く進んでいる。そして井上貴子がいった、このまま決められるかどうか。バックドロップ、これは一瞬でした。 2.5、 しかし危ない危ない、伊藤危ないぞ。さあ貴子どうするか、貴子どうするか。これですと合体のドロップであります。そして今度は伊藤がいった。さあ井上京子入りません。とカップは 2.8、危なかった、危なかった井上貴子。さあ依然として場外戦が繰り広げられております。そしてリング上では貴子薫、まだ行く貴子、どうか。カウントなかなか決まりません。
この試合は60分一本勝負であります。これじゃないですか、合体技って、さあ、これでいくんですかね。ちょっと出ませんね。ブルーにね、解説してもらいたい技が今日は出るそうでありますが、まだ合体技が狙われておりません。とさあ、井上がいった。井上、おっとっとっと、これもダメであります。高校強豪、なかなか決められません。さあ、ハリーアピールに立ちました。井上貴子であります。井上貴子はもう終身投下ウルを狙っている。そして、あーっといった。今のはね、トップロープからリンが飛んでいます。さあ、フリーアタックか。井上貴子の得意技、しかしこれも勝負を決めるまでには至りませんでした。こうなったら2人で行くしかありません。さあ、待望の合体技披露できるかどうかであります。これ盛んに場外に誘ってまして、やはり伊藤からなんとか取りたいというところでしょうか。渾身の力を込めましたラリアット、どうか。これも決まりません。伊藤薫危うし、伊藤薫狙われています。今度は強子に狙われています。高子、そしてトヨタは場外戦の展開。あー、ロングボーダー、あれがまともにもう入ってたら勝負あるですよね、ブルー。はい、怖い。おーっと、トヨタ、ハリーアピールしている。そして伊藤が行った、ここから飛んだ。これは合体効いています。京子ちょっとピンチを迎えている。そして伊藤が行く、トップロープに上がっている。高子の方もようやく今リングラインに登場してまいりました。ダブルフットスタンプ、強烈です。これは強烈です。そしてトヨタ真奈美、トップロープに上がった。さあ、トップロープに上がった。あらあらら、なんとトヨタが見せました。そして決めるのは薫か。いやー、前線転倒、伊藤薫。さあ、今日はトヨタとパートナーを組んで見違えるような動きを展開しています。さあ、井上が一体の負けていません。伊藤が負けていません。そして今度は高子が踏み込んでいった。どうか、投げ倒しました。さあ、そしてどうするんでしょうか。このまま、また一回後ろに行った。ヤーマンスープレックスの、これも3点の点は決まりません、決まりません。大熱戦になりました。さあ、今度は伊藤がほとんど意識を失っています。そして井上京子が行った。これからどうするんでしょうか。井上高子が行きました。合体技、さあ、カウントはどうか。3つ入った。これはバッチリと決まりました。しかし今日は伊藤薫前線検討をいたしました。最後はとどめを刺されましたが、よく動いておりました伊藤薫。この日の勝利でございました。井上京子、井上貴子、合体技を披露いたしました。やはり最後の勝利は京子貴子、今乗りに乗っている2人でした。まあ、やはり宮本さん見てますと、トヨタとやはり伊藤京子分断されましたよね。そうですね、最後のいい攻めを見せたんですけどね、はい、やはりまあ、ダイアナグライダーとロボアトシの合体技ですね、そうですね、このやっぱり切り札を持ってるっていうのはやっぱり強いですね、はい、本当ですね。最後は2人で力を合わせました。大技、大技合体で1本を取りました。それではインタビューの準備ができているようですので、インタビューからお聞きいただきたいと思います。いやー、でもね、綺麗に決まりましたね、最後 ね、なんか決まりましたね、うん、今日は、どうですか、年明けの最初の試合、さすがベストタッグ賞という感じの試合で。いやいや、でもきつかったね、なんかすごい疲れちゃって、そうですか、やられちゃ困るなと思って一生懸命頑張ったんですけど、あいつもでも息上がってましたよね、今日。なんだかみんな息上がってでも気分いいでしょ、そうだったね、はい、うん、正月みんなお餅食べてるかもしれないけど、私お餅嫌いだから、お餅食べれなくてもこんな痩せちゃった、誰が痩せちゃった、突っ込む人がいないと永遠と続く話だから、入っても風邪いっちゃってはい、でもとりあえず良かったね、良かった、本当に1月 の22日に向けて、ああ、なんか今日は絶対負けられないねとか言ってたんで、なるほどね、はい、もう頭大田区体育館が、もっとここでかっこいい言葉言いたいんですけど、うん、浮かんで
ないんでやめときます、ね、大事な戦いがオタク待ってますから、はい、ね、ここでまた新しい2人も見せてもらいましょう、はい、でも今日の2人を見たらなんかいけそうな気がしますね。だといいですけどね。まだまだこんなもんじゃない、こんなもんじゃない、まあ、今 15% ですから。 15% 分かりました。じゃあオタクで 100% ですか。そうですね、はい、期待しております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、あの去年も大きな会場をいずれも超満員にした全日本女子プロレス、今年もいよいよ1年のスタートを切ったわけでして、はい、夏にはですね、確か日本武道館2連戦というのもありますよね。そうですね、もう2連戦というのはちょっと男子でもないようなね、はい、まあ、ビッグイベントなんですけども、うん、まあ、暑い夏へ向けてですね、本当に、まあ、今日のメインを務めた豊田、そして、まあ、井上京子が中心となってですね、はい、本当にすごい戦いを繰り広げてくれると思いますけども、そうですね、はい、今日の選手たちのファイト熱気、これがあればね1年本当に乗り切っていけると思いますよね。そうですね、そしてブルー中野、はい、どうも今日はお疲れ様でございました。ありがとうございました、それではこの辺りで後楽園ホールからお別れでございます。ごきげんよう、さよなら。